では次にユニバーサル就労プロモーション動画2分でわかるユニバーサル就労について発表いたします。本市がユニバーサル就労の取り組みを開始して1年が経過いたしました。ユニバーサル就労支援センターを通して1年間で95人の方から相談を受け、うち19人の方が就労に至りました。これらの実績からもユニバーサル就労という新しい取り組みは着実に浸透してきていると感じておりますが、さらに本市の取り組みの周知は必要であると考えておりますので、今回ユニバーサル就労を分かりやすく表現したプロモーション動画を作成し公開することといたしました。このプロモーション動画はユニバーサル就労の対象者や仕組み、相談窓口の紹介などで構成されております。動画の時間は2分にまとめてあり、アニメーションやテロップを随所に織り交ぜ、さまざまな方により分かりやすく見ていただけるよう配慮いたしました。何かしらの働きづらさを抱えている方がこの動画を見て、本市が取り組んでいるユニバーサル就労をぜひ活用してみたいと思っていただき、そしてまずはどこに相談したらいいかを容易に理解していただけることに主眼を置き作成したものであります。この動画は本日より本市の公式 YouTube にて公開するとともに、今後本市が行うさまざまなイベントにユニバーサル就労のブースを出展し、この映像を上映してまいります。今後も積極的にユニバーサル就労を展開していくため、一人でも多くの方にこの動画を見ていただき、就労することができるよう支援していきたいと考えております。